かつて悟空が倒した伝説のスーパーサイヤ人ブロリーがよみがえった。その標的となったゴテンとトランクスに絶体絶命のピンチが迫る。二人を救うために全力で戦うゴハン、そこに最強の助っ人が現れるのだった。カカロット！僕そんなもん食べたことない。すごい木だ。知れない。私こそは俺たちが一枚上手だな。ゴテン、俺があいつを引きつけておく。やいやい、子供相手にマジで戦うなんて大人げないぞ。悔しかったら加減して戦ってみねよ。あんな化け物反則だよな。簡単に勝てそうだな。ブロリー、生きていたのか。ごはんさん、ん？お兄ちゃん。ブロリー相手によく無事でいられたもんだ。ブロリー、7年前に父さんがやっつけた伝説のスーパーサイヤ人だ。いい、道理で俺やゴテンじゃかなわないわけだ。かかろった。そうか、お前は父さんを追って。父さんはもういない。父さんに代わってお前を倒してやる。あ、まずい、このままじゃ。だってあの時より相当パワーアップしてるはずなのに。パワーが足りねえぞ。父さん、待て、みんな。お父さん、カカロット、まだまだいけるぞ。てい、やっ、よし、そのまま押し切れ。今だ。父さん、父さん、来てくれたんでしょ。